はい、木の店三目です。1位になります。床の間のこう下に使われる釜地ですね、床釜地になります。サイズの方が長さが1800で、こちらのまあこういった感じで縦にね使うことが多いと思うんだけど、この縦のところが135で、4寸5分という、尺貫法でいうと、そういうサイズになって、でこっちのここの部分ですね、ここの部分が、105ミリですね、3寸5分、まあ、4寸5分の3寸5分というね、そういうサイズの縦とね、横という感じになります。だいたいこの6尺もの、まあ、1800の、まあ、こういう風な感じの、ものだと、だいたいは、床の間とか、あとは飾りスペースの下の部分にね使われることが多いのかなと思います。今回もねそういう風な感じで、用途はそっち向きでね、仕上げてみました。これもこれからオイルでね、仕上げてみます。この位置は、ロー仕上げでね、仕上げることもすごく多くて、はい、まあ、それも結構ねしっとり、木のね雰囲気を損なわずに、昔ながらのね、塗装という感じでロー仕上げもよくね見かけてたんですけども、今回は、オイルでね、仕上げてみます。位置のねほんとこう独特な、特徴のね、オレンジ色のこの赤みの部分とこの白田のね、ところがこう濡れ色がねどういう風な感じで、またコントラストがね出てくるのかもぜひね見ていただきたいと思います。塗装の方じゃお願いします。木裏ですね、はい、まあ、これは新持ちなので、背割りがされてるんですね、はい。まあ、こっちはまあだいたい建築で使われる場合だと、まあ、見えないようになりますね。裏側とか下側とか、そういうふうなところになると思います。はい、裏側が以上です。一応今回はこの正面に対して、今塗ってるこちら側の方とその反対側もどちらもね、仕上げをしてみてどちら側でもね使えるようには してあるんですけど、結構表情がねこちら側と向こう側と上場にした時にねこう見た感じが違うので、まあ、その辺も結構好みのところも大きいのかなと思いますね、はい。まあ、こちらから見ると芯持ちなんだけど、こっちはこっち側ここの芯を見るとねこっちが木表に見えるし、今度こっち側になるとね、こっちがね木裏みたいな感じになってて、ここに耳が あるので面皮がついてるんで、大体こっちが今度はね木表のような感じになってますよね。なのでまあどちらでもこう結構好みのねところが大きいのかなと思います。今こちら側を上張りするとこの辺のこうちょっと黒がねちょっとこう目立ってるんですけど、意外とここの辺も今ね塗ってみると、まあ、面白いね部分かなと思いますね。こっちは以上で、であと今度はね真逆の方を塗っていきましょう。今度はその反対側ですね。でさっきと比べるとねまただいぶ印象がちょっと違うんでね。でここにね面皮も入っているので形として面白いかなと思いますね。でこちらを上場に使うっていうのもありかなと思います。さっきのね、側に比べるとやっぱりだいぶちょっと少しね上品な感じには見えるので、そうですね、まあ、床の間側に使うとすればやっぱこちらが 上になるのか、うん、まあでもその辺も結構好みのところが大きいんじゃないかなと思いますね。いい感じでね。でこっちはねここが面皮がこう効いてて、ここが一つねアクセントの部分になってるんで、こっちをねこういう風な感じで使うのもありかなと思います。正面のね塗装に入っていきます。
この位置もね、やっぱりオイルとすごく相性いいのかなと思いますね。もう今ね塗って、このね濡れ色もすごくね、しっとり見えるし、木目もやっぱ塗ることによってね際立っていい感じになってますね。はい、そうですね、いい感じで塗装になりました。こういう風な感じで床の間とかね、あの飾りスペースなんかに使われる感じでね、すごく雰囲気あっていいのかなと思います。地域によっては、あの聞くところによると、このイチっていうね、木の、名前からですね、下に使わないというね、そういう地域も、あったりするようですね。まあだから、床下町にイチを使わないで、イチの代わりに、別な、木をね使って、でこのイチは、まあもうちょっとサイズダウンした落とし掛けの、状態でね、この上の部分に使うとかっていうのもね、聞いたことがありますし、まあこっちの方も過町に、欅とか、園樹とかね、まあまたは唐木を使って、で上の部分に落とし掛けね加工した、位置をね使うっていうことも、まあよくあるので、そうですね、まあ地域的なところのね差もあるのかなと思います。位置のね、かまち材をオイルでね仕上げてみたんですけど、すごく雰囲気あってね、しっとり、そして木目もねしっかり、際立って、であとね、やっぱりこの位置のこの細いですけどすごくね樹齢の高いね木なので、まあ、そういった緻密なねところも結構こう細かくね現れてて、すごく雰囲気よく仕上がったのかなと思います。はい、いい感じで仕上がりました。ご視聴ありがとうございます。